全知全能フル刺激パズルシリーズに新作登場。定理を見抜き概念を描く頭脳派パズルゲームスリザーリンク。ルール1、マスの枠に沿うように縦の線横の線を引いて全体で一つの大きな輪っかを作る。ルール2、数字マスの周りには書かれた数字と同じ本数の線しか引けない。数字がないマスの周りには何本引くのかわからない。まずゼロのマスの周りには線が引かれないので目印としてバツをつける。バツ印をもとに線を引く場所を割り出せ。ルール3、線は枝分かれや交差しない。そのためすでに近くにバツのある3周りの線の形は確定し、残りの1辺にもバツがつく。数字マスやバツ印を頼りに残りの線を探れ。一つの輪っかができたら正解不正解のチェック。正しく線を引いていればゲームクリア。隠された線の形を解き明かせ。操作は至って簡単。線を引くには引きたい箇所のラインにタッチするだけ。画面下のパレットで選手と色を選択し、異なる色で配置したり下線での仮置きができる。うまく使えばクリアがとても簡単になる。さらに引いた線にタッチすると×印に、バツ印にタッチすると消去される簡単操作。もちろんパレットからの選択、配置、移植配置、破線の仮置きもできる。直感的かつ自由度の高いプレーが可能だ。タッチペンを使わない、ボタン操作での入力も快適にプレーできる。ゲームモードは4種類、レベルに応じて誰でも楽しめる。そして問題を1問解くごとに星を獲得。星を増やせばプレイできる問題がどんどん増えていく。各問題の基準タイムをクリアすればさらに星を獲得。星を10個集めて第2認定問題にチャレンジせよ。認定される段位は全部で15種類。第2認定問題は取得した星の数によって出現するぞ。目指せ名人。ヘルプ機能も充実。数字の配置から線の位置を特定できる定理がいくつか存在する。パレットの定理をオンにすれば定理の紹介を上画面に表示しながらプレイできる。隣のヘルプをオンにするとルールや操作説明、遊び方のコツを上画面に表示できる。もちろんデザインの変更や BGM の選択、聞き手の切り替え、中断セーブといったパズルシリーズではおなじみのオプション機能も搭載。満腹感間違いなしの300問。 Nintendo DS スリザーリンク、脳をこねってラインを描け。